久屋大国堂東京銀座薬料株式会社、久屋大国堂は、日本の製薬業。実質専門の医薬品調布薬、不思議膏及び内服薬の金糸丸が主商品。本社は、大阪府大阪市中央区北浜2丁目。字訳専門会社として有名であり、ひらがなの字をモチーフとした看板と広告で知られる。1611年、三河国西尾に永田久右衛門が創業。当主は永田久慶。主に痔の薬を製造、販売しているが、薬局、薬店での販売は行わず、通信販売や薬寮と呼ばれる自社店舗での販布を行っている。長年にわたり、新聞各紙にも簡単な自筆の解説、あるいは個人相談担当医師の挨拶文と、少量の軟膏と内服薬をセットにしたサンプルを無料申請する旨の広告を出している。創業以来、家電の門外不出の飛躍として一子相伝されてきたが、1807年、7代目同主の永田久七によって不思議膏の一般販布が始められ、その際に、時の西尾藩主より、久屋の屋号を賜る。第17代同主主国太郎が、明治政府公認の売約許可を取得し、実質専門の医薬品製造並びに直接販売に関わる法人、久屋大国堂として現在に至る。昭和初期に創業の地であった西尾より大阪、北浜に移転した。朝鮮人参、大黄、甘草、桂皮などからなる8つの生薬を配合。朝鮮人参をはじめ、桂皮、大黄など17種の生薬が使われている。1日に3回、水か白湯で1回20粒をめどにご服用。久屋大国堂の店名は、薬寮と表記する。久屋大国堂苦楽園祖神、道州寺道場東条湖畔の高台に立つ、寺院風建築。通信販売用パンフレットには、この場所で水行をし、不思議膏を手作りで製造する。僧侶姿の英卓継の写真が使用されていた。字の振り仮名は現代仮名遣いでは字であるが、久屋大国堂では江戸期以来歴史的仮名遣いの字を用いている。屋外広告や新聞広告などによる圧倒的なインパクトから、ひらがなの字が字あるいは久屋大国堂を連想させている例が多く、一例としてはビートたけし、トータス松本、ユースケ・サンタマリアが出演していた音楽バラエティ番組、新橋ミュージックホールにおいて、大国堂というグループ名で CD を出したことが挙げられる。香港のビクトリアハーバーに字と記されたネオン看板を出していたことでも有名であったが、1990年代初頭に掲出をやめた。株式会社、久屋大国堂公式サイト。2020年12月4日閲覧。株式会社、久屋大国堂公式サイト久屋大国堂について、2020年12月4日閲覧。株式会社、久屋大国堂公式サイト第2類医薬品、不思議膏。2020年12月4日閲覧。株式会社、久屋大国堂公式サイト第2類医薬品金糸丸。2020年12月4日閲覧。ありがとうございます。